チーサンネルをご覧の皆さん、チーでーす。イエイイエイ。前回に続き、京見世商店街を歩きたいと思います。前回はここで右に曲がったので、今回は左に曲がります。こちらはパスタファクトリーオルタッチョさん。オルタッチョはイタリア語で野菜を意味しています。なので野菜にもこだわっておられ、また450度の岩石ガス窯で焼くピザもいただけます。もちろんパスタもあるよ。続きまして、パスタファクトリーさんの前にございますのが南館さん、明治21年創業の温泉旅館です。小泉八雲や芥川龍之介、川端康成など多くの著名人が訪れたそうです。実はチーも泊まったことがあるんだ。ご飯も美味しいし、温泉は気持ちいいし、また泊まりたいな。京見世商店街にはハートのパワーストーンが2つもあります。水晶とローズクォーツ。チー2つ見つけたよ。みんなも探してみてね。さてさて、お次はサンコニリオという名前のパン屋さん。クリームパンがとっても美味しいの。カスタードクリームには地元木月乳業さんの産地酪農牛乳を贅沢に使っています。食べたい、チー食べたい、クリームパン食べたい。ねえ聞いてる？置いてかないで。こちらは川端さん、居酒屋さんです。地元で水揚げされた魚介類、雲南市の米や野菜、島根の地酒をベースにした新しいアレンジの料理を出しておられます。続いてはそば雄山さん。日本酒とそばの相性を追求するそば居酒屋さん。なんか入り口も忍者の隠し扉みたいで、チーも前から行ってみたいと思っていたお店。さてさて、お次はパパ厨房さん。本格中華の味が楽しめます。担々麺や麻婆豆腐が特に人気メニューです。商店街楽しいな。続きまして、ワイズキッチンさん。オーナーさんは本場フランスで修行されたそうです。お手頃な価格で本格フレンチがいただけます。チーはふわとろオムライスが好き。飲食店さんが多いからいい匂い。ずっと歩いていられる。ん？なんか黒い物体が見えたよ。カラコロ大黒。へえ、こんなところに大黒さん。わあ、おみくじがあるよ。50円だって。チーも引いてみたい。え？いいの？わあ、やった。恋みくじ引きたい。結果は、ドキドキ。わーい、大吉だ。やったー。てか、星座に血液型、年齢差までめっちゃ細かい。よかったら皆さんもやってみてごしないね。まだ半分しか紹介できていませんが、ここでちーさんタイムアップ。もう疲れちゃった。続きはまた次回アップしますね。バイバーイ。